関東紀州路快速天王寺行きです。鶴橋方面終点天王寺まで各駅に停まります。Thank you.
Thank you.
終点天王寺、次は終点天王寺です。小出口左の方です。13番乗り場に着きます。環状線外回り、新宮大正弁天町西九条、大阪方面、お急ぎのお客様は、18番乗り場から13時41分発、各駅吉祥寺快速大阪方面にご利用ください。各駅に止まります。外回り電車は着きましたので、向かい側14番乗り場から、13時42分発までお待ちください。阪和線、関西空港線、久留里線、山本線、近鉄線、千葉線を乗り換えです。南海線も乗り換えです。もうなく終点、天王寺です。お出口、左側です。ドアから手を離してお待ちください。